ふみかやないやん。お、いつ、そうなんですよ。いつものふみかやないやん。そうですね。そう、もう10年来ですから、私よの10そ年、行きのふみかさよそ行きのふみかさん、ほら、友達にめっちゃ、笑い声聞こえます？ そう、リラックス。あ、そうなの、リラックスできるからね。そう、もう本当もうね。すげえ、ふみかさんだ。そうなんです。これ一人だとできないんよね。友達がこすこにいごるんい。ですよ。この目の前に。はい。どんどん失恋だ。ね、痩せたってすごい言われるけどね、私本当に。私ずっと体重変わらんよね。そうなの。私全然体重変わらへんから、そう、めっちゃ関西弁出るんですよ。やっぱ友達といるとね、いつもこんな感じです。そう、私ほんと体重変わんないの。本当に1キロとかのもう前後ぐらいで。毎週ね、だってトレーニングで体重も測ってるし、家でも測ってるし、変わらないんよ。関西弁が最高って、みんな関い西弁かえ。わいいとか書いてくれてるよ。おお、嬉しいね。アリー、あ、そうなんです。アリーって呼ばせていただきます。私の友達。アリーです。アリーですってね。そう、私の友達はアリーです。で、じゃあ、せっかくなんで、アリーと乾杯しようと思います。皆さんも乾杯しますか、一緒に。イイエエーイ。パンアリーアリーって書いてくれてありるがとうございます。やばい、これはね、あ、アリーグラス、アリーさんってみんな書いてくれてる。 アリーもっとグラス出して、ほら、そう、こんばんはアリーさんだって。アリサさんですかって。乾杯。これ私のね、お気に入りのグラス。これです。じゃじゃじーん。ゃん。お土産に買って帰ってきた、アリーと乾杯するために。イエーイ。イェーイ。じゃじゃん。じゃあ、飲みます。おー。アリーがね、作ってくれたお酒なの。どうですか、味は。ちょうどいいと思あ、ちょいうどいいまです。か。はい。合格いただきました。これは、何のお酒かっていうと、蜂蜜のお酒です。蜂蜜、アルコール、リキュール。リキュール。蜂蜜のアルコールリキュールです。あ、僕はビールで。アリー乾杯やって。ありがとうごアざリーいます。期待してやばる。い、ハードル上がって。アリーありととフふミ。み。いつも私たちその、アリーとフミーって呼び合って生きてます。はい。アリーさんよかったね。僕もアリーさんにお酒作ってほしい。アリー頑張って。いや、嬉しいな、アそリー。こ、アリーやるね。ちょっと頑張らないと。そう、蜂蜜酒。ね、なんだ、忘れた。赤蜜、蜜、蜜、蜜って、まあいいや。おいしい。そう。そう、アリー酒作ってるのか。じゃあ、いつか販売しましょういつか。か販売するアか。リー&フミー酒。アリーとフミー酒。アリーフミーコンビ、そうなんです。私は、そう、私はっつって言うた。レギュラー決定やって、やった。 やったやった。 そう、アリー。そう、アリーはね、そう、素のフミカを引き出すんよ。そうなんですよ。そう、なかなかね、一人で喋るのって、やっぱ私ね、芸人さんとかこうね、一人でトークするような話術を持っているわけではないので、そんなに。はい。M1 グランプリ。 え、割と一人、家では一人で喋ってるね。そうね、私よく一人で喋ってます、実は。ね。はい。あ、ふみかちゃんの謎感は解け出したけど、アリーさんの謎が始まった。
そう、なんか、本当にアリーはね、アリーの、ああ、アリーの知っているフミカさんの魅力は、お、お、愛の告白を。愛の告白まあ、いっぱいあるんじゃない、うん、ああ、確かに。言わせるよ。もう今100個ぐらいしか思いつかない。やばい、今聞きました。超棒読み。そう、同級生で、専門学校の時の同級生なんです。ブライダルの専門学校に行ってたので、結婚式とかのね、そういうブライダルの専門学校の時の同級生。いちゃいちゃするな。あ、嫉妬された。すいません。そうなんですよ。いやでも100個もあるのかありますね。100個やって。まずふみーさんのねいいところは。やばいやん。まずまあまずまずまずまあ見た目がいいですよね。いや待ってちょっと待って。もう可愛い可愛いですね。可愛いんかな。可愛いですね。可愛いからまあ、うん、ありがたいですね。美しい。色っぽさは昔からですか？昔から、まあ、見た目だけだよね、色っぽいの。もう喋るとね、結構もう、わって感じ。うん。あ、二人で飲みすぎてやらかしちゃうこと、私たちね、お酒飲まないんですよ。本当に。なんか、そうそう、なんか最初の方に酒豪がどうとか書いてたけど、うんうん、私たち全然、全酒豪じゃなくて。全然ダメです。全然ダメ。すぐ顔真っ赤になるし、あと、やっぱりもう、お互い飲める量が一緒なんで、うんうん、そう、お互い飲める量が一緒だから別に、お互いなんか解放するとか、うん、なんか、お酒で嫌なことあるとかっていうのも全然なくて、うんうん、そうなんですよね。ないね。ないお酒なくても、ふみーは、ずっとテンション高いから、うん、お酒いらないですそ。そう、お酒なくても、お酒飲んでる人たちのテンションに全然ついていけます、私。うん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 、はい。そうなんです。だから、私はもう、これ、家で今、お酒乾杯したけど、もう、いつぶりか分からへんぐらいの。うん。全然。あったわ。ん？年明けに、アリーが、おみきを買ってきて、明治神宮で、年明けになんか参拝行った時におみきを買ってきて、なんか、二人で、クイって飲んで、二人で酔っ払って。酔っ払ってっていうほどの量飲んでないからね。飲んでないけど、顔はやっぱ赤くなる。ね、うん。そう。あ、二人のストレス解消法は、何ですか？ふみーさん。ストレス解消法。何やろう。何やろなぁ。ストレス解消法。うん。一人でずっと喋ってること？やばいやん。だっていつも一人で喋ってるもんね。一人で喋り続けることがストレス解消法？もうよくわからない。どうしよう。私あんまりね、そうなんよ。わからへんねよな。何で解消してるんやろ。でもまあ寝るのも大事やしな。まあでもカラオケもそうね。あー確かに。歌うとか何かをこう出すっていうのはやっぱりすごく解消になる。うんうん、あ深く考えないタイプ。実はすごい考えるんです。だから考えるからアリサにいつも支えられてます。またそんなこと考えてるみたいな。確かによく考えてますね。はい、うん、本当によく考えてで考えてもしょうがないことを考えてるパターンがとても多いことを最近は反省しております。ふみかちゃんテレビ見ながら一人で突っ込んでそうって。おお、その通りじゃない？そうかも、うん、素晴らしい、うんうん、たまにはアリサってめっちゃ面白いんやけど。アリを何も考えないからなって。ちょっと待って、アリーを、アリーのことまだみんな知らんやん。当たってるけど。ふみかさん真面目そう。そうなんや、結構真面目なんですよ、私。あ、真面目。そう、生真面目なとこはいいんですけど、ちょっとそこはやっぱり今年は取っ払いたいんですよね。ね。そんな話は、年始によく二人でしてます。うん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 。
そうそうそう、アリーさん。アリーなんか友達連れてきたんじゃない、アリーの。あ、そう、アリーの友達。この出演でどう、これ。はい、皆さん今日からよろしくお願いします。アリーです。アリーです。やばい、アリーに隠されてる。アリーです。え、ちょっとね、この場所が分かんない。アリーはこれで顔出しっていうあの感覚みたいです。皆さん、はい、皆さんこれでサポートしていきます。アリサの本体。そうです、これがアリーの本体です。アリーの本体来た。あ、多分君会社員。そうですよ、会社員してましたよね。はい、私たちね。そうですね、今会社員っていう立場じゃないけどね。うん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 、もうあのしっかり会社員して。あ、ごめん、全然関係ないけど、うん、海香さんが言ってたファンファーストという言葉大好きですって。あの DVD のインタビュー見てくれたんですね。そうなんです、うん、あ、そうなんだ。あのあれはプレイボーイだったっけ。あ、そうだ、今日本当に申し訳ございません。あのプレイボーイの発売日とかってね、私すごい間違えた告知をしてしまって、あのマネージャーさんもそうだと思ってたみたいで、ちょっとか、なんかちょっとわけわかんなくなってました。16日です、申し訳ございません。はい。ファンファーストね、ほんとそうですね、ファンファーストですね、ですねっていうか、ファンファーストでありたいですね。許す、ありがとうございます。優しい、優しい、優しい。お披露の上手って、嬉しい、さすがあり。あ、すぐ買いますって。ダメーだって、どうしようか、ね。ダメー。とりあえず、じゃあ、謝っとこう。とりあえず、でも、本当に買う気満々やったやんとか、こう。そう、私もね、実は雑誌。すごい楽しみにしてる。見に行ったのになくて、どうしようと思って、マネージャーに連絡 しようと思った矢先に、ごめん、今日じゃないって連絡が来たの。え、アリー。ん？アリーさん、フミカさんの写真を見て、感想。いや、いつも見てますね。いつも、全部ね、うん、買ってる。全部、買ってる。全部、ちゃんと。優しいよね。そうなんですよ。全部買ってるんですけど、まあ、もう断然美しいですね。お、うん、ありまっ、ちゃった。目の保養、目の保養。お、三宮でご飯食べました。おー。よく三宮行ってましたね。うん。あ、そう、何の仕事してたかって、そうですよ、ホテルマンしてました。約3年。うん、そうね。そう、神戸の、まあ、あるホテルでホテルマンをして、うんうん、メディカルエステで約2年働いて、うん、まあ、スカウトをきっかけに、うん、グラビアデビューを2020年6月にヤングキングの表紙で、うん、デビューしたというので、まだほんと3年目なんですよね、よく考えると。確かに、うん、こういう業界に入ったのはね。もう君が苦労してることはわかる。優しいね。優しい。めっちゃ優しい、ね。あ、ホテルマン意外。まあね、こんな関西弁喋ってるとそう思うよね。確かに。あとやっぱね、グラビアしてるしね、そう思うのかな。ホテルマン、まあ確かに今もホテルマン、あ、だから司会業の仕事多いのって来てる。そんなこと別、私ね、司会業なんて、なんだろう、前やってなかった。なんかね、たまに依頼されてするけど、別にちゃんと司会業って勉強したことないんですよ。だから本当にその場で、あの、もうどうやるか、なんかね、その場にどう自分がある存在すればいいかぐらい考えて、うん、ね、司会としての私でいいんで、うんうん、あ、なんかバイトは何かしてましたかって。そうね、バイトは私初めてしたバイト、意外だと思うんですけど、うん、吉野家やってました。私牛丼持って、はい、波一丁ってやってましたよ。ちょっとびっくりしません？アリー笑ってるけど、めっちゃ本当に。そう、まあ、でもちゃんとこれには理由があったんですよ。私もあの
まあ、個人的な話ですけど、もちろんやっぱ高校生とかだから、うん、おしゃれなカフェでね、うん、あのバイトしたかったんですよ、うん、だけど、うん、あの母がね、私が高1の時に、うん、あのくも膜下出血で倒れて、うん、で今半身不随で、まあ、とっても元気なんですけど、うんうん、あのその毎日母の病院に、まあ、退院とかリハビリ病院の次の施設に行くまでに、うん、毎日病院に通ってたんで学校帰り、うんうん、そこに行くためにあの家計とかもできる限りちょっと自分でできたらなとかっていうのと、あと病院に近くの病院で働けるバイト先っていうのが吉野家だったんですよちょっと長く話したけど、ちゃんと吉野家にも理由があるんですよシリアスな理由だった大丈夫大丈夫、あのそんな重く捉えないでください、あのおかげさまで今があるんで大丈夫ですよ、はいえ他は吉野家だけ、吉野家と、あ、結婚式場でしょ？うん、ああ、そっかそっか。うん。結婚式場、高校生、いい子、泣きそう、泣いていいよ。何今の即興劇即興劇。いつもこんな感じなんですよ。その吉野ありよ、あり悪くないの、本当に。やめてね。ありを責めないで、責めなら私で、はい。そう、まあそんな感じで、本当にね、まあいろいろありましたよ、ありましたけど、まあ、吉野家だから吉野家でしょ、吉野家やって結婚式場だから吉野家行きながら結婚式場でバイトしたかな、社会人になるまで。うーん、あと創作料理の居酒屋ですね、すごいおしゃれな、それこそ三宮の高架下にある、あの高架下なので電車の音がガラ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 ちょっとガラガラかわかんないけどガタンゴトンガタンゴトンって聞こえる、うん、あの高架下のおしゃれなジャズが流れている、うんうん、本当にねいい空間でちょっとバイトをさせてもらってました。うん、それは専門学校時代ですね。うん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 、まあそっからまあ就職でホテルマンになったんで、今笑えてよかったですね。そうですね。笑顔は最強ですよ。めっちゃ褒めてくれてるよ、みんな。優しい。ガタンゴトン拾われる。うん。そう。私たち、あ、料理、今ちょうど言おうと思ってた。ちょうどさ、あの、うん、このインスタライブをするのに、うん、二人のつまみをね、お酒に合いそう。合うかちょっと置いといて。そんなお酒飲まれへん。飲まれへんから、そう、お酒そんな飲まれへんから。そう、だけどもうこれね、アボカドのね、ちょっとごめんなさい、ちょっと綺麗に持ってないから、ちょっとあんま見せるの恥ずかしいんですけど。ワイン飲みながら見てますって。よく喋るんですよ、本当は。そうなんです、私よく喋るんです。よく喋るんですね、はい、めっちゃ面白い。これアボカドとツナで、あの、うん、つまみを作りました。あ、ほろ酔いの CM 決定やって。あり、どうぞ、これ私作ったの、食べて、うん、あの、せっかくなんで私がね、この今回インスタライブ一緒にやってくれるから、うん、あの、おつまみ私作るねって言って、うん、あ、おつまみ来たって。アボカド苦手？苦手そっか、まあいいか、まあいいか、しょうがない。あり、どうぞ。はい、ありがとう。食べてない？いいやん。うん、美味しい。おつまみ食べたい？あ、次回どういうおつまみがいいか聞いといたら、ほら、アボカド嫌いな人もいるからさ。そうか。見る分にはまだ良くない？そう。あ、アボカドと塩昆布も美味しいですよ。うん、美味しいよね。確かに。あれ美味しいよね。うん。あれ、おわ、結局。あ、小芝居来た、うまいですね。アリ食べてよ。アリ全然食わないやんって言われてんねんけど。あ、はじめまして。ありがとうございます。大根おろしとアボカドとレモン汁だけでもうまいで。え、キムチ鍋にアボカドやってアリ。
キムチ鍋にアボカド。あ、一番好きな食べ物は何ですか？お肉。いや。あ、得意な料理は？あ、最近作ってないけど、これずっと言ってるけど、うん、麻婆豆腐実は結構得意です。麻婆豆腐？あの、ちゃんとゼロから作るんですよ。はい、それすごい。すんごい自由。そうなんです。私結構すんごい自由なんですよ。実は。実はね。食い気味。アリーフミちょっと待って、アリーフミの料理全く信じてないねんって。ちょっと、アリーちゃんと言ってよ。うん、あ、辛いのは好きですかって来てたよ、さっき。あ、辛いの、うん、辛いの、うん。好き好き。あんま辛いとなんか、ちょっとびっくりするけど。さっきそれこそアリー一人でなんか辛い鍋食べて、一人鍋で。お仕事帰ってきて、辛いお鍋を一人で食べてて、辛い、辛い、辛いってずっと言ってましたよ。アリーはね。そんな裏話せんで。今まで太ったことないです。なあ、ないね。ないね。うん。ちょっと、うん。おつまみ美味しいです。めちゃくちゃ美味しかったです。なんか棒読みっぽく聞こえるこの感じなんなんやろね。神戸は何が美味しいですか？あ、でもね、美味しい、そう、何が美味しいって言われるとなぁ。え？いや、これね、私の中で正直今浮かんでるのが、うん、おしゃれなカフェが多い、とにかく。だから、なんか。それ回答にやってない。いや、だから別に、それは神戸、の、あれじゃない？なんか、こういうのが美味しい。何が美味しいっけなぁ。いっぱいあるね。私のテレビです。ちょっと待って。今、アリーが面白いこと言った。もう言っていい？私の手料理ですって言ったらって言って。恥ずかしいわ。暑いわ。モッコス、ラーメンね、私食べますよ。食べます。モッコスっていうラーメン屋？ありますね。神戸にあります。うん。神戸いいとこよね。面白いね。50メートル何秒ですかって。私 8.6 が一番早かった時かな。それって早いの？多分早い方やと思うけど。違う？皆さん。分からん。覚えてない。私覚えてんねん。え、そう、え、みんなどれぐらいで走るんやね。アリー、フミか男の好みはやって。好みどうなんですか、ふみんさん。いや、もうでも結構こういう話って二人でよくしてるけど、うんうん、もうとにかく尊敬できる人じゃない、うん、よくしてないやん。今、とか言ったけど、そんな話して、あんまり男の話しないですね。うん、自分のことでいっぱいいっぱいなんですよ、私たち。はい。でも、本当に、そうですね、やっぱり尊敬できる人かな。あ、尊敬できる人ね、うん。うん。そこは絶対かな。そこは譲れませんね。譲れません。うん、うん。ちょっと待って、全然話戻るけど、50メートル 6.1 秒ってめっちゃ速ない？めっちゃ速いと思う。びっくりした、今、それ見て。あ、逆にダメなタイプはあるんですか？ダメなタイプ？私、ダメな、なんかこう、やっぱ、自由度がなくなると、だから簡単に言うと束縛っていうことは私ダメですね。うん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 、私もなんか勝手にアリーも使うけど、私もアリーもすごい自由人なんで、なんかね、うん、こうでなければいけないってことになった瞬間に、ちょっとごめんな、話の途中インスタライブ始まってからずっとお米炊いてましたね。結構長くない？長い間ごめん、全然話関係ないけど。全然 OK。ちょっと、今言わな、なんか面白くて。お米と入れるんですか？めっちゃ面白い。はい、どうぞ。はい、どうぞ。どうぞ。血液型 A 型です。あ、A やのに O やってやってもた。なんでな。え、A 型やったん？え？何？ O 型やと思ってた。今更やねんけど。ちょっと待って。え、逆にちょっと言って、アリーって A やんな。いや、大型やありよ。え、だっ
ってんの、昔にな。アリーが大型やでって言って、フミが、フミも大型やでって言ってたって。言ってんの私、A って言ってちゃう。A と O の間の A なんです。え、違うって。A と O の O って言ってたって。じゃあ、A と O の A です。え、誰、誰だからまあ、O の要素もあるから、大型やと思った、そうですね。そう思う方も多いと思います。え、アリー、O?ゴーやで。やば、お互い分かってない血液型知らん。まあ、血液型に対しての意識がないんやろね。確かに。私らね。え、でも昔、まあいいや。まあいいや。絶対。A と O は相性よき、その通りですね。でも、その下にな、お互いのこと全然分かってないやんって、突っ込まれ。でも、これぐらいがいいやと思いますよ。血液型詐称。詐称して。すいません、なんかすごい私らのペースでやってますけど、皆さん大丈夫ですか？うん、アリオとフミエって新しいコンビネでゴリエみたいになってない私すごい、お米トゲとなってない？お米トゲと全然ほんと、なんか面白かった。うん、大型でいいんじゃないですかねって、ね、大型っぽい、まあ別にね、うん、なんか血液型あんまり意識ないよね。うん。ないけど A 型はちょっと衝撃やったなぁ。飲んでんの。そうなんですよ。ちょっとアリと乾杯してるよね。いや、これ飲んでんのってさ、私らが1回目乾杯して飲んでから、その後1回も飲んでないから。嘘？え、飲んでる？私、ちゃんと飲んでるよ。ほら、減ってるよ。ほんまや。全然。アリさ、遠いところに置いてる？あ、なんかふみかちゃんが生き生きしてて見る方も楽しいって。嬉しい。これ一人だと難しいんですよね、うん、普段結構やっぱりこんな感じなんですよ確かに。はい、あの、例えばマネージャーさんとかもそうだし、うん、あのアリーの周りにいる人に対して、うんうん、そう、こんな感じなんです。あ、好きな音楽とかミュージシャンいますか？好きな音楽、そうね、私結構その時で変わるからな。じゃあ最近は？あ、でもずっと好きなの、テイラースウィフト好きよ。あ、ずっと好き。じゃあ、でも洋楽好きになったきっかけは、あの、ブリトニー・スピアーズ。あー、ブリちゃん。ブリちゃん大好き、全部 CD 持ってる、全部大体曲わかる猫かぶってたそう、ほんと猫かぶってた。あの、私ね、別に全然私スピリチュアルとかじゃないんですけど、うん、あの、いつだっけ、すごい人生に思い悩んでた時に、うん、それこそホテルマンの時かな、うんうん、人生思い悩んで、うん、思い悩んでました。人生に思い悩んで、それでドラマに来そうじゃんドラマ思い悩んでいたホテルマンの時にちょっと紹介されて、あの、ちょっと自分がよく分かんなかったから占いに行ったんですよ、うん、猫を300枚ぐらい被ってるって言われて、うーん、それが生きづらさのなんか理由的なことを言われたことがあって、うん、あー、その通りだなって結構その時思ったんですけど、うん、でもやっぱりね、猫かぶる。お、グラビアもいいけどおしゃべりもいいよって言ってくれてんね、ありがとうその占い師がアリーなんだよね。だってやばいやん、アリーも、アリー何もいいやん、アリー何も。300枚ってすごくない、うん、だからそれだけやっぱり、あの、私ってすごいこう、やっぱこういいように見られたいだとか、あと、なんていうの、300枚猫かぶり、すごい記録出しそうな気がするけど、あの、完璧主義なんですよね、要するに、うん、そう、完璧主義すぎて、あの、おかしくなるっていう感じ。うん、うん、でももうそこの部分っていうのはもう自分で全部理解してるんで、うん、あ、モデルになっていなかったら何になっていたかなって。あ、でも私そのメディカルエステで、そのホテルマンを約3年終えてからメディカルエステで働いたのって、うん、あの、自分で500枚の記録って何やろ、ちょっと気になったけどあの、自分でそのエステとかそういう健康を基準にしたその美容っていう方向性のなんかそういうサロンとかできたらいいなとか思ってたことがあったんですよ。だからホテルマンを辞めてそういうとこで働きながら勉強をして、まあどっちかっていうとその経営っていうことをやってみたかったのかもしれないですね、当時。そうなん、それ知らんかった。頭良くないんですけど、本当に。はい。そんな感じ。あ、
完璧主義だから今度の写真集はガチなんですね。うん、まあね、完璧主義、そうね、完璧主義めんどくさがり屋ですけどね、私すごくどっちこだわりを持ったものに関しては結構完璧主義なんですけど、そうじゃないものは結構どうでもよくなります。確かにね、うん、だからこうなる瞬間はよくアリーは見てますと思います見てます保護者、うん、今は猫何枚、何枚かな、もう剥ぎたいね、全部0枚とかにしたいんだけど1枚ぐらい残しとこうかな今何枚やと思う、アリー結構今頑張って出してると思うよね。今は結構頑張ってるというか結構普通に出せてると思う。うんうんうん、あ、YouTube やらないんですかって、それちょっとアリーに相談しようかなと思ってたんや。あ、そうなん、相談相談相談というか、まあ、YouTube ってどう思う、でもなんかやるにしてはあれやけど、うん、コンテンツ型正直ちょっと分かんなくて、うん、そう、そこなんですよね、うん、やっぱそこのやっぱこう軸が決まらない限りは難しいなと思ってて、うん、今一番興味あるものは、うん、興味あるものは何やろ、何やと思う、うん、何やと思って自分のこと人に聞いて、何で今考えたんやろ。あ、温泉好き。あ、確かに温泉、私結構去年よく行きました。今年も行く予定です。あの源泉かけ流し 100% 温泉最高。温泉最高やね。温泉いいね。温泉やばい、なんか感動した。温泉さ結構種類あるやん、うん、そのいろんななんちゃら湯なんちゃら湯みたいな、うん、ああいうの巡りたいよね。いや本当にそう、うん、食べるは洋食和食中華和食です。和食ありも和食よね、うん、なんか、うん、私は結構一時期お味噌汁おかゆ2回ハマっててなんか消化にいいもう何歳温泉連れて行って、うん、逆にねYouTube で温泉巡りか、それもあるよな。あ、確かに確かに、なんちゃら湯ようわかるわめっちゃ暑いわ。うん、おすすめの美味しいメニューはありますか。なんか違う話。お月様好きですね。なんちゃら言われる。言われる感性の。いらな。事実やからな。あ、球技で何か得意なものはありますか。球技か。私、球技そんなせえへんからな。確かに。うん、なんか過去、得意やった。そうだ、私あれだわ。あの卓球やってたんですよ、中学の時。え、そうなん。うん、卓球部だったんですよ、私。え、卓球やったん。卓球部やって。え、知らんかった、それ。しかも自分ちょっと自慢自慢自慢すると、私の中学の時の卓球部はみんな美女軍団です、本当に。へえ、結構な美女ですね。え、それたまたま集まったん。たまたま集まった。全員っていうか全学年美女じゃなくて、もう卓球部に結構、その卓球部の私の学年。なんでそんなに集まったん。なんでか分からんえ、てかそのなんで卓球部入ろうと思ったの。バレー部に入ろうと思ったけど、なんか人数多かったからなんとなく卓球に入った。え、どういうことあ、所属してる人がってこと。バレー部は人気やったってこと。そう、人気やった。うーん、自分で言うからそう言ってしまったね。違う違う、周りがすごい綺麗な人が多いのよ、地元の友達が。いいやん、もう自分も綺麗、周りも綺麗、ルイバトンを呼ぶ。ありがとうございます、皆さん優しいねあとそう、ごめん、さっきね流しちゃったんですけど、 あの初恋見ましたか。もうちょうどもうオンタイムで、うん、あの今日2話見ました、うんうん、アリにあの、うん、おすすめしてもらって、うん、で、あと、めっちゃよかった。そう、あとね、あ、呪術やってます。呪術呪術やってます。もう、うん、ちょっと通えてなかったんですけど、今年ちゃんと通いますね。今年はそうね、
あ、謎の美女っていうもうキャッチフレーズね、よくありましたね、アリん謎の美女っていうキャッチフレーズね。あー、うーん、でもなんかずっと謎でいても謎のままなんか終わっていってもしょうがないよねって思ってきて、うんうんうん、ね、うん、なんか謎のまま終わっていきましたみたいなまあ、そりゃそれでいいかもしれへんけどさ、うん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 、なんかねちょっと違うよなってなっていって、うんうん、初恋最高でした。そうですね、ちょっと全部ちょっとこの数日で見ようと思ってます、うん、いやそうなんですよ、私がちょっとね行ってる演技レッスンのところも実は関わってる作品みたいなので。すごいよね。すごいよね、私もちょっとびっくりしました。アリーはお手洗いに行くらしいんではい、私今一人になりました。ごめんなさいね、なんかすごいあのいつも通りな感じなんでびっくりしてる方多いんじゃないですかね。そうね、頭の中は、はい、お花畑であり、生真面目でもあり、ちょっと忙しいですね。ね、猫かぶりたくないんですけどね、本当に。だから今年はね、ハイで行くっていうことも決めてるんで、大丈夫です。まあこれでも、そうでない。そう、めっちゃ神戸弁、そうなんです、神戸出身なんで。北海道の知ってるとこ、あ、そうね、私実はあの昨年末北海道行ったんです。ちょっと雪の写真あげてたっていうのはそういうのなんですけど、和服似合いそう、あれね、専門の時に、専門学校の時に着付けのね授業もあったよね、うん、あった、あの留め袖、結婚式のあのブライダルの専門学校だったんで、そう、黒留め袖の着付けを自装と他装とっていうのやってましたね。あ、ん、あ、函館で撮影してほしいですね、ぜひやって。おお、北海道でも実はねちょっと撮影したんですよ。だからまだちょっとね、タイミング見てちょっと上げるんですけど、また雪の写真も見てください。お楽しみにして次回からそうします。でもお手洗い行ってお帰りって言われるってすごいよね次回からお楽しみに行ってきます、はい、着付けもね、あ、復習すればすぐできるよね多分ね。いや、私は無理やる。嘘やん、ちょっと私は無理ですよ。でも自走の資格取ってなかったっけ。取ったけどもう記憶にないもん。大丈夫、体は覚えてるスキーはしてなくて、あれしました、なんだっけ、何あれ、雪の中歩くやつなんていうの、それなんじゃんだっけ、それ名前ある、ある、ある、あるの、スノーシュー、思い出した。スノーシュー、腰ここぐらいまで本当に雪に埋もれてすごい楽しかった。最高だって、もう北海道から帰ってきたその日、結構アリに高いテンションで見て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 ってすごい写真見せまくってたんでアリ見てやばかったこれさって。そうなんですよ、こう写真集約したら、あ、そういえば昨日ふみさん写真集の打ち合わせが、あ、そう、昨日写真集の打ち合わせでした、ね、あったって言ってたから。そうなんですよ、出版はね角川なので、角川の担当者の方と、マネージャーとプロデューサーと写真家の、沢渡はじめさんとね、アート入れてくださっている、キラ慎太郎さんと、もういろいろ、もう本当に結構大集結して打ち合わせしました。でもう本当に2月10日発売なんで、もう印刷にもうかけていかないといけないので、もうさ本当に結構最後の最終打ち合わせに近い感じでやったので、
お、写真集絶対買いますって応援してくれてるよ。ありがとうございます、うん、新しい写真集ハート。そうね、本当に。でも本当なんだろう、押し売りはしたくないんで、本当手に入れたい人だけ入れていただければもうそれでいいです。もう本当にこれ別に引いてるわけじゃなくて、そうそう、あの、あ、もう予約済みです。ありがとうございます。すごい。デジタルも出ますか？ねえ、アリーはプライベート、アリーはプライベートのマネージャーみたい。そうですね、うん、マネージャーです。そう、はい、アリーはマネージャーです。はい、私のプライベートマネージャー。アリー、俺の代わりに買ってきてて、パシリ。アリーをパシらないで。アリーパシられております、うん。ありがとう、予約してくださって、本当に。まあ、せっかくなんで、あの、2月、10日の翌日、2月11日の東京のイベントにも、お渡し会にも来ていただければ、嬉しいです。で、その翌週2月18日には名古屋でも、あの、写真集のお渡し会あるので、初めてイベントで名古屋行きます。イベント関連では名古屋なんか関西がね、ちょっと都合が悪く行けないんですけど、まだ名古屋なら来やすいかな、来やすいかな。え、東京と名古屋。うん、東京と名古屋みんな集合。東京と名古屋みんな集合して、イベント行くよ。あ、名古屋行きますって。インスタのフォロワーみんなに一冊買ってもらったらいいね。そんなことできたらすごいいいですよね。本当に。そんなことできたらすごいいいんですけど、そういうわけにはいかないんでね。ね、なんかそういうのあればやっぱいいですよね。それは思いますよ。普通に。すげえみたいな。それやばすぎる。うん、大阪のイベントないから、大阪はアリーじゃん。アリーの西に行く。アリー、香りにふみの会にサイン書こうかな。ふみか。ふみかのサイン結構確かに簡単ですよね。でもあれちゃんと考えたんですよ、本当に。そこは、はい。なんか、別に、うん。あ、農家の嫁は取り扱い中になった。ありがとうございます。あの、来年の初夏、ちょっと何月かまだ言えないんですけれども、うん、主演の映画も公開されますので、うん、そこでも、あの、舞台挨拶で、また皆さんと会えると思うので、うんうんうん、ぜひ、その映画も楽しみに。きっと多分その映画も配信されると思い、あの、思いますが、多分配信されます。うん。あ、東北でもイベントをぜひって。ね。うん、ね。本当はね、いろんなとこ行きたいよね。そう、私、仕事でいろんなところに行くのが、あの、自分の、まあ、目標というか、うんうん、やりたいことなんで、うんうん、もちろん全国いっぱい行きたいんですけどね。あ、ちなみに、写真集の撮影の時の裏話とか、ありますかって。あったら、あったらでいい。あ、待って、裏話ね。いろいろあるんだけどな。そうね、もうちょっと温めとこうか。いや、だってね、ちょっと惹かれる内容もあるかもしれないからな。あ、じゃあ発売してからまたそれは。そう、おいおい。おいおいね、結構でも苦労する場面、うん、本当にありました。うーん、あの、半泣きじ、あの、半泣き状態になること実はありました。写真、あの、撮影中。命がけやん。結構やばかった。本当に、はい、もう森の中で起きた事件なんですけど、あの、悲鳴上げざるを得ない状況でした。でも、その、もうやばいっていう状況の中での、こう、一瞬ガーって集中したその瞬間に撮った写真が、まあ、すごい写真が撮れてるっていう。やっぱりその、もうそのモードに入った瞬間の、うん、瞬間の写真っていうのはやっぱすごいなっていうのは、思いますね。ああ、それすごいな。命がけやん。なんかね、周りの音が全部なくなる感覚。本当にスッて、そこにだけ。カメラと私だけって感じ。うん、そこに入ったらやっぱり、ゾーンってやつですか？かっこよく言えばね。急にさ、仕事の話になると真面目になるよ。なんか、そうなんよ。なんか、仕事の話になると真面目になるな。
いや、いいことやねんけど、なんか。いや、いいことよね。そう、全然いい意味でな。うん。まあ、まあ、熱量はあるんですよ。まあ、伝われば皆さん絶対もう手に入れてほしい。手塚じゃんってなんだ、手塚って何？どうなん、わからん。ですか？意識が高くなった瞬間って何かきっかけ？意識が高くなった。仕事以外はふざけてるもんね。まあまあそういうことでいきましょう。発売後のインスタライブお願いしますって。もちろん。あ、テニスの王子さん、あー、そういうことか。んそこでその多分ゾーンに入る瞬間っていうのが多分あるんだと思う。あー、なるほどなるほど。でも本当にだからずっとあの空間にいたいなと思いますよ。そのやっぱ集中、何にもその雑念がなくなるんですよね、撮影中で。こうすごい集中すると。九十九里浜で撮影したことないですね。ピンポイント。体に気をつけてること、これは私たちの毎日の習慣でね、うん、毎朝ちゃんとお酒を飲んで、うん、あれだね、あのそれこそ1月1日にアップしたあの南部鉄器でお酒、うんうん、あれめっちゃ美味しかったよね。すごい美味しい南部鉄器でお酒作って、うん、でそこに蜂蜜とルビーソルトを入れて、うん、お酒を飲んで、うん、まあブルーグリーンアルジーというちょっとね、うん、特殊な、うん、ね、そうそうそういうのもこう栄養価もとって、うん、あとは運動してるからじゃない？あとはそうね、体動かしたりとかね、いろいろ。うん。おー、嬉しいね。過酷な場所でも美しさを放てる。うんうん、結構そこの場所に馴染もうとするかもしれない。馴染もうとする。馴染むように、なんか、いるかもしれないですね。うん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 。なんかね、大谷世代っていうこと？うん。あの、大谷翔平さん。あー、はい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 。な、同い年だもんね。ジム行ってますよ。毎週、あの、トレーニングしてます。うん、ゾーン転職。いや、私ね、こうやって取られることって自分の転職なんて今まで人生で思ったことなかったんですけど。あ、そう。いや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 、思ったことがないって、その要は真逆の人間だと思ってたってことがあったんですよ。いや、どっからどう見てもっていうのアリーによく言われてました。はい。でもやっぱりちゃんとね、こうやって仕事してると思いますね。うん、転職ですね。そういうやっぱね。あ、そう、興味なさそうですね。でも見てくれてありがとう。腹筋バキバキやね。あれバキバキなんかな。いや、バキバキな方やで多分らしいです。うん、ね、なんか写真集とかも写真結構ね、お腹のラインがすごい綺麗なね、写真が多い。え、トミポテ、なんでこんな。え、何それ。トミーズポテトでしょ。私学校帰りよく食べてましたよ。え、なんなん、トミー。こんなでっかい袋に、これぐらいの袋にブワーってここまでパンパンにポテト入ってて、うん、え、どういうことな。え、ああいう、あれ、あのフライドポテト、そうがめっちゃ入ってるってこと、うん、それどこに売ってるの。え、それは、え、何屋さん。ポテトとかホットドッグとか売ってる。え、なんかコンビニみたいな。うん、あの普通にあの、なんか、なんていうの？レストラン？マクドじゃないけど、なんていうの？あ、そういう、そういうファミレスじゃなくて、なんていうの？でも路面なの。路面。あ、一つ一つ拾ってほしい。全部拾って。ちょっと大変だけど。そうですね。ちょっと今話に集中してましたね。すいません、すいません。すいません。お菓子の話にめっちゃ食いついて。
ああ、そういうことなんですね。神戸出身。そうです。トミポテはね。いや、関西限定じゃないよね。多分、私知らんもん。関西か、そこしかない。あ、じゃじゃ麺。じゃじゃ麺。じゃじゃ麺。あの、いいね。じゃじゃ麺。うん。岩手名物。じゃじゃ。じゃじゃ麺？うん。食べてみたい。どんなの？なんか岩手やったっけ？見たの？なんか三大麺ってあるねん。へぇー。うん、なんか、冷麺と、じゃじゃ麺と、なんか。うん。あ、トミポテ知らない長野って、ね、ちゃんと長野情報をくれて。私、多分あそこしかないと思う、神戸の。いや、絶対ない。知らん。うん、本当に地元の、なんか、とこって感じがする。うん、いや、他にない。え、しかも地元の中にもそこの、場所にしかない。ピンポイントしかないよ。ない。うん。マクドの正しい発音嬉しい。マクド。そうよね。うん。食べ物の話にテンション上がる悪い。もうバレてるやん。バレてるな。バレてるな。冷麺も美味しいよ。あ、うまいよ。神戸ブライアンだって何？あ、水着、形、そうですね。ちょっとね、いろいろ、あの、か、そうですね。変えてる水着でもあるから、ちょっとどこまで変えれるかわかんないですけど。お楽しみね。はい。当日のお楽しみで。お楽しみで。うわ、待って。関西電気法案協会。でしょ？あ、そう。あれ、独特な読み方よな。うん。合ってたんかな今の。ちょっと忘れた、うん、あ、冷麺、じゃじゃ麺、わんこそばや。あ、おでこがかわいい。全然答えてくれない。え、なんやろ、ごめん。なんやろ、ごめんなさい。私たち、二人で頑張って今ちょっと追ってるんやけど、ごめんね。一個話してさ、集中しちゃうとね。すぐバン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 って流れちゃうから、そう。見えてないよね。すいません。目が足りてません。目が足りてません。あ、ふみかキック最近してますかって。最近そんなしてないね。最近してない？そんなしてないね。うーん。ちゃうちゃうちゃいまんねん。トワイスのサナちゃんに声似てる。へぇー。初めて聞いた。後で聞いてみよう。うん。覚えてるかな？覚えててよ。ちょっと覚える。ヘアスタイルベリーショート開運です。なんか答えづらい質問しないのってほら、なんか優しい小学生時代のふみかさんに一言。おお、あ、私結構辛かったんよなー、なんやかんや言って。でも今があるから本当にあのよくなんだろう、大丈夫だよって言ってあげたい。うん、すごいなんか別に病んでたとかっていうよりは、本当に結構シクシク泣いてたかも、一人で。急に暗い。そう。あ、ふみかさんの絵を描いてもいいですかって。おお、ぜひ。ぜひぜひ。後で聞いてみよう。絶対聞かないって言われてる。聞こう。意地で聞こう。あ、テレビ出ないですか？テレビ出ないですか？あー、ちょっとね、まだわかんないな。病んでるじゃないか。いや、昔はほんとよく病んでたと思いますよ。ほんとね、もういろんなこと考えてたんですよ。もうね。でもね、今が楽しいから、大丈夫って言ってあげればそれで OK。さんまさんもふみかさんのファンだそうですね。ねえ、そんなちょっと言っていただいてた時もあって、すごくありがたい。お風呂はこれから沸かすね。うん。顔めっちゃ小さい。わかるんかな動画で。わかるよ。めっちゃ小さいです、実物も。わ、実物ほんとね、私よく会うと、え、こんなちっちゃいんですかってよく言う。踏みかキックで靴が飛ぶ確率はどれぐらい？かかとがやっぱりちょっとプカプカしてるやつかな。だからなんか、どれくらいって言われると難しいけど、やっぱ飛ばすと危ないよね。嬉しい。来週もアリフミコンビ希望やって。
美人より美人ってどういう意味やろ。とりあえず美人やって嬉しい。あ、いいなあ。とりあえず変な質問してる人、良識守ろうか。ありがとうございます。なんか皆さんなんでそんな優しい。ありがとう。TikTok って、私ね、ちょっと聞いてほしい。あ、28歳です、はい。もう別に隠すことないので。で、はい、TikTok と YouTube、うん、ちょっと最近どうしようかなって考えてて、うん、でも私やっぱ自分の中でこうテーマとかどうしたらいいのか定まらなくてね、うん、ずっと流れてるんですけど、うん、まあやるならね、早い方がいいのはわかるんですけど、実はちょっと考えてて、うん、マリーにもどうしようかなとかって、私はどういうスタンスでそこにこう例えばやるとしたらやればいいかなってちょうど相談しようかなと思ってたんですよ。まあ、今公開的に相談したけど。そんな相談されること知らんねん。そう。まあそれはあれですけどね、ほんとやっぱり今って SNS のね、こう現実的ですけど SNS のやっぱ時代になってきてるから、うん、やっぱそこに少し足を踏み入れるっていうのは、うん、でもね、そうなんですよ。YouTube でいいかなとか思ったら。まあ、ふみがやりたいやつやったらいいんじゃない？楽しくできるやつを。そう。結局、うん、やっぱ私自身が楽しくないと、見てる人も楽しくないので、うんないうん、そこをやっぱり自分の気持ちとか直感とか感覚は絶対大事にしたいです。あ、うん、そう、週刊ポストからのありがとうございます。実は今月1月30日、写真集の宣伝なんですけど、週刊ポスト出ます。うん、そうなんだよ。はい、今の宣伝です。宣伝入れてきました。あ、やばい、もう、21時58分。でも意外と、やばい、意外と、あっという間ですね。うん、あ、そろそろ、あれじゃない？スクショタイムは大丈夫なの？もし？スクショタイムいります？皆さん。まあ、どうですか？なくていいですかね。今日いっぱい撮れたかもしれないね。うん、どうしよう、アーカイブ残すかどうか。あ、その可愛い顔に両親。私、そうね、両親とは2、3日に1回電話してますよ。うん。うん。両親大好きですよ。もう終わり？そうね、もう1時間。1時間ぐらい。経っちゃったからね。うん。うん、1時間経ちましたね。そろそろ、ふみさん。お開きの時間が近づいてきましたが。お開きやって。アーカイブどうしよっかな。結構めちゃくちゃな話してるけど。確かに。すごい尻滅裂な話してる。スクショ欲しい。なんか今日髪の毛変なんよな。大丈夫、みんな可愛いって言ってたから。うーん、うんっつって。あ、ほら、スクショタイムお願いしますって。あ、寝る人もいるからおやすみ言ってって。おやすみあやす、あ、そうだ。これなんか、ちょっと待って。皆さん、少々お待ちください。オッケー。今からスクショタイムに入ります。どうしたらいいかな。そのなんか宣伝されたら困るな。ごめんごめん。ごめんごめん。あ、今来てる。みんなスクショしてる？なんかね、時差やからごめん、わからへん。髪型最高美容師さんだって。嬉しいね。うん、アリーに紹介してもらった美容師さんなの。東京に住み始めてどこ行ったらいいかなと思って。うん、永遠に寝れるわ。寝たあかん、寝たあかん。ちょっと明日の朝おはようしよう。永遠に寝る。明日の朝おはようしよう。あ、そうね、うん、最後にね、はい、告知してもいいかな。ちょっとだけね。いいですか、皆さん。はい、まあもうざっと言うんですけど、また投稿でもちゃんと言います。うん、あさって、1月15日、ソフマップ秋葉原で、18時からイベントがあります。イエーイイエーイイエーイ。映ってる？イエーイ。アリーです。で、あ、そう。で、その、次、今日、間違えてしまいました、プレイボーイの発売が16日月曜日です。はい。はい。皆さん、月曜日です。月曜日です。はい。そして、その翌日、はい、1月17日は、うん、スパに掲載されます。はい。スパはこれはね、写真集の宣伝というよりは、ちょっと今までと違ったグラビアの見せ方をしてる、ちょっと、写真になりますね。
ちょっとなんか今までと違う雰囲気を見れると思うので、ぜひちょっと手に入れていただければ嬉しいです。はい、買います。はい、おー、いいですね。はい。で、1月30日に2つ出るんですけど、うん、1月30日はもうあのずっとお世話になっていました週刊ポストに、はい、出ます、はい、でその同じ30日にあの角川から出版するので写真集を、うん、なので角川のザ・テレビジョンという雑誌に私の写真集に向け写真集発売に対しての、まあ、思いをインタビューであのもうお答えしてるのでそれらが掲載されます。なのでまあ私のインタビュー内容とかも一緒に写真を見れますので、あまあちょっと皆さんね、あの角川のこうザ・テレビジョンあまり買うことないこの私のファンだったら初めて出るので、うん、あそうなんや、そうそうそう、買います。なのでまあインタビューも合わせてちょっと見ていただけたらなと思います。毎週はコンビニ行きまくるなっていやいや書いてくれて、まああの今月はそんな感じです。だからまあ2月10日が、うん、あのね写真集セカンド写真集はい私のもう集大成フミカグラビアの集大成となるもう2月10日に写真集が発売されるので、はいはいもうね集大成を本当に集大成ですね。結構もうできることをまあストーリーとかツイッターにも上げてるんですけど、うん全部そこに合わせに行きました。もう心も体もメンタルもそこに集中するために、はい、うん、そこまで結構かけた写真現、まあ、撮影の現場っていうのはなかなか私の中ではすごい大きなことで、うん、でまあそのね沢渡はじめさんカメラマンの沢渡はじめさんももう今年で83とかだと思うんですけど、まあ撮影当時82歳、すごでも本当にねあの嬉しいお言葉としてね、遺作のつもりで撮ったっていう言葉を本当にストレートに言ってしまう、言ってくださるぐらいのお互いの熱量で、うん、あの、うん、仕上がった作品なので、うん、まあ結構見ていただく方にその、もう写真からでもこう伝わるエネルギーがあれば、すごい嬉しいなと思ってます。はい。まああの、最後っていうあの言葉ではないので、まあとりあえずその、なんていうかな、フミカっていうこうグラビアとしてできる、何度も出せるその力をちょっと本当にそこに向けて出したっていう感じですかね。すごい写真集の発売日が誕生日の人もいるんだって。お、あ素晴らしい。あみんな溺れ拍手。優しいね。ありがとうございます。うん、まあそんな感じですかね。うん、ねまあもうそろそろ1時間経ったので。うんね、みんなも明日お仕事ですから皆さんも、はいはい、あそうね、えもう明日もお仕事の方もいますね、うん、明日も一日頑張ってそして今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、はい、アリフミありがとう。あ、ありがとうございます。え、これまたアリーとフミでやってみるのどう？どう？ねえ、あ、カーティンって言ってもだ。お、結婚記念日。すごい個人的な話なんですけど、今年のあの今年両親があの新宿婚なんです。あ、そうなんや。私の両親がね、だからどっか旅行連れて行こうかなと思ってるんですけど、うんうんうん、おめでとうございます。結婚記念日、はい、ありがとうございます。はい、いいと思います。あ、嬉しい。アリーは忙しいからスケジュールちょっと絶妙なコンビでした。またお願いしますね。あ、嬉しい。また私とアリーのタイミングが合う時にゆっくり、はい、ぼちぼちやろうかなと。で、行きましょう。うん、そうね。もうなんか素のね、私でいいんじゃないのってすごく周りも言ってくださるんで、うん、なんかもっと気持ちよく皆さんとこうやってコミュニケーション取れたらいいなっていう思いがやっぱりこの年末年始、うん、これからねどういう風にやっていこうかなって考えた中で、はい、一つのね、はい、試作。うん、試してみてるんよね。お試し。なんかこうでも本当に、
お父さんに、今はお母さんに、ちっちゃい時はお母さん、お父さんにって言われてた。うん。はい。まあそんな感じですかね。はい。じゃあ、皆さん、今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。そして、明日もお仕事の方、頑張ってね。頑張ってください。お休みの方、ゆっくり休んでね。休んでね。そして、アリーとフミーの毎日の掛け言葉、いい夢見ろよっていうのをいつも毎日言ってるんで、皆さんいい夢見てください。そこはちゃんと見てくださいっていう。いや、ほんといい夢見てください。うん、ね。いい夢見て明日も気持ちよく目覚めてください、うん、はい、私たちはこれからお風呂を沸かして、はい、ゆっくりして行こうね、はい、行こうねじゃあねー、おやすみなさーい。いやだ激痩せしてるから。